はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。日本の星、本田博人です。さあ本日なんですが、レッドアイズフレアメタルドラゴンっていうモンスターがね、あのデュエルリンクスに実装されまして、今回はこのモンスターを活躍させていきたいと思っております。何をやっていくか、先行ワンキルです。あの僕ちょっと先行ワンキルは専門外なんですけど、あの謙虚なつもさんっていうね、ツイッターにその天才のデュエリストがいましてですね、あの謙虚なつもさんに教えていただいた、まあ、あのギミックをパク、ビッグバネとした、デッキになってます。ね、これね、あのブラックあレッドアイズフレアメタルドラゴンが何をするかっていうと、このモンスターね、丸、2番の効果がめちゃくちゃ強いんですよ。エクシード素材を持ったこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手が魔法トラップモンスターの効果を発動するたび、まあ、要は何でもカードを発動する、カードの効果を発動するたびに、相手に250ポイントのダメージを与えるっていう効果ですね。まあ、本来であれば500ポイントのダメージなんだけども、これはリンクス仕様に半減されて実装されました。で、この丸2番の効果って、ターン制限ないので、何かの効果が発動すれば、もうずっと永遠に発動するんですよ。これね、無限ループができまして、このモンスターどうやってやっていくかっていうと、今回暗黒化ギミックを使って、コンボパーツ5枚を頑張って揃えるっていうデッキなんですけど、このね、ドッペルゲイナーっていうカードですね。これ相手のフィールド上のモンスターの効果によって自分がダメージを受けた時、受けたダメージと同じダメージを相手ライフに与えるっていう効果があるんですよ。これ発動しておくと、相手のフィールド上にこのフレアメタルがいる場合、このフレアメタルの効果とドッペルゲイナーの効果が無限にチェーンを組んで無限ループが発生するんですよ。ドッペルゲイナーの効果でダメージ受ける、でダメージ効果受けたから、フレア効果発動する、で効果発動してダメージ受けたらもう一回またドッペルゲイナーの効果発動するみたいな感じで、もうね、全自動先行ワンキルができるんですよね、これ。で、準備としては、このレッドアイズフレアメタルドラゴンを相手に送りつけて、支援の患者で相手に送りつけて、で、このドッペルゲイナーを発動しておく必要があるんで、結構難しいんですね。こいつを出しながらこいつを発動する先行でねっていうことが必要なので、こういうギミックになります。で、必要なコンボパーツはまず、サイキックリフレクターで、二重波紋、これを使って77を並べましてこいつ出していくって感じですけども、リクレクターと、二重波紋と、あとこの王家の神殿と、支援の患者と、ドッペルゲイナーっていう5枚のカードが必要なんで、なんとか頑張ってエンシェントフェアリーのこの効果によってフィールド魔法を破壊しながら、この門を持ってくる必要性があるということで、このギミックになっています。暗黒化のギミックになっていますという感じですね。成功確率は結構低いです。体感マジで 1% とか 2% くらいかなと思ってるんですけど、まあでもね、決まった時マジやべえこと起きるんで、最後の全自動ワンキルはマジで見てほしい。最後のフレアメタルの全自動感、俺何もしないの、なんか勝手に相手死んでっから、はい、ということをちょっと皆さんにもお見せしたいなと思います。ギミック回し方は動画見ていただければと思うんで、早速ねやっていきましょう。デュエルスタンバイ、壁とやってろ。さあ、そろそろ決まっていただきたい、そろそろ決めたいといったところ。俺さ、俺のターンだ。正直さ、よし、あれだよね、対人戦でやる必要はないよね。これハンド強いんでいけそうです、これワンチャン。なんかさ、対人戦でやる必要ないんだよな。別になんかレベル10相手にしときゃいいんだけど、これとりあえず暗黒からやってみましょう。暗黒界の時、これはね、反応が強いんでワンチャンありますね。で、なんか結構引きが強いな。で、スノーでスノーめってくるでしょ。はい。で、まずはね、最初は、スノーを頑張って使って、で、スノーを、いいですね。で、これでこうして、はい。スノー効果でもう一回スノー持ってくるでしょ。ほんで、まだもう1枚はいいな。1枚はいいな。で、こうして、で、効果、スノーを除外して、スノーを切ってワンドローを、もう、OK。で、ここでそろそろ、あれだな。3枚目のモーを持ってこないといけないから、リフレクター効果、そう。リフレクターの効果、すまんな、城之内。ちょっと待っててくれ。これさっきから超迷惑なことしててさ。
なんかめちゃくちゃこんだけ分回して決まんなくてサレンダーするっていうガチで迷惑行為してるんだよね。これ今多分冗談抜きで15連敗くらいしてるんだけど今マジで迷惑行為してるんだよ。でエンシェントフェアルドラゴンの効果発動、フィールド魔法を破壊してカードを1枚にサーチ、さあドクテキから暗黒界のモーモーサーチ、そして、暗黒界のモーモー発動、暗黒界のモンの効果発動、ゲームから悪魔族モンスターを除外しブラウ捨てて、そしてブラウ効果でワンドロー、いいねいいね、レギュラー発動、シュッ、取り決まったいいよ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、俺結構これなかなかだぞ、これ結構来てるぞ。でスノーを除外して1枚捨てながらワンドローして、さらにワンドロー、オッケーで、あこれいったでしょ、取引発動でブラウだからいけるいける、いった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 、待ってろ城之内、待ってろ城之内、今からなお前の大好きなモンスター出してるからな、レベル7のモンスターヒアで呼ばれてる、ここ地区エクシエンス召喚、先にこれ発動してるか、ねえ王家の神殿発動しといて、これですね、プレイヤーが出た瞬間にはもうドッペルゲーナー以外発動しなくていいよ、そこれはまだ、レベル7のモンスターヒアで呼ばれてる、ここ地区エクシエンス召喚、レッドアイズフレアンメタルドラゴン、頼むぜゴー、エクシエンス召喚、そして支援の感情発動、お前にこのモンスターあげるよ、ほらよ、そしてリバースカードオープン、ドッペルゲイナー、さあドッペルゲイナーの効果、さあこれに、なんだこれ、あレッドアイズのあれか、蘇生効果か、相手レッドアイズデッキだからあれかもしれないね、あの丸三番の効果でレッドアイズモンスター蘇生できるわ、レッドアイズエビルドームデーモン、いいよ使ってもそれはモンスター効果、はいはい、レアメタルの効果いいでしょう、それは、はい、でレッドアイズエビルデーモン蘇生されたなんか知んないけど、よかった、楽しいね、よかったね、レッドアイズよかったね、そしてドップルゲイナーの効果、フレアメタルの効果、ドップルゲイナー効果、フレアメタルの効果、これが世にも奇妙な全自動先行ワンクだぜ、これやばいでしょ、これやばいだろこれ俺何もしません今、俺ボタンクリックしてるだけっす、なんか変なところ連打してクリックしてるだけなんだけど、ハッテル死んでったチクショー強